どうも、東北キリタンです。前回私たちの家を作ったりして、順調に都市開発が進んでますね。ほら、アカネの家がアップグレードしてるみたいです。おう、いい環境に満足してくれたようで何よりです。税金無駄に使ってるからな。せめてちゃんとすまんとな。ふふ、それじゃ引っ越し祝いとして、アカネの家で遊ぼうか。暴れる言うたな、何する気や。大丈夫大丈夫、ちょっと花火打ち上げる程度。家壊れるわ。あはは。笑って済ますなよ。あはは。まあそんな感じで、今回もやっていきましょう。はい。自給自足でやるために、特区産業を増やしたいところですが、ちょっと資金が少ないので、時間を進めつつ、町の調整をしていきます。無駄なもん作ったせいで。必要なものだよ。ほ。市民は、この島を見るたびに、自分たちはこの人たちの生活を支えるために、税金を払うんだという自覚が持てる。それ気づいたら出ていくやろ。あはは。産業需要大きいし、農業区でも増やしておこう。後から産業エリアをやるんじゃなかった？そうしようかと思ったけど、まあめんどいので、普通のトックで。そっか、めんどくさがりやな。渋滞起きやすいのと、労働者の確保が大変とかいろいろあるからね。ああ、一応ちゃんと理由もあるのか。労働者確保する方法として、条例のインダストリーというのをやると、雇用数を 30% 減らせる。うん。あと、教育した労働者でも働けるようになるから、居住区のレベルを上げやすくなったりする。ふん。あ、でも、うん。大学を出た労働者が足りないか。高等教育がそうなの？うん、ちょっとややこしいけど、初等教育が小学校、中等教育が高校、高等教育が大学だね。そうなんだ。そして、この町にはまだ大学なかった。あらら。というわけで、一旦インダストリーはお預け。大学作るにもお金足りないし、いろいろ進まないね。ふむ、お金貯めるために時間進めてるのにな。まあ人口増えたりすれば収入増えるから、悪いことじゃないけど。そうか。商業区、そこは農場にするんやなかったの？まあ全部はいらないかなって。あと、商品ここで売れば遠くまで輸出しないで済むかなとかね。なるほど。居住区のレベル低いな。ほとんど1とか2だ。ふむふむ、レベル上げるといいの？うん、レベルが高い方がたくさん人が住めるようになる。なるほど。レベルアップ条件は、地下とか通学するかとかだね。学校は足りてるはずだから、娯楽施設を置いて地下を上げる。真っ赤や。まだ置いてなかったね。なくても区画埋まるんだね。だね、だからつい忘れちゃう。そっか。とりあえず、効果範囲の広い植物園とか、メリーゴーランド公園とか、いくつか置いて。結構青くなってきた。だね、このくらいあれば。うん、アップグレードしてるみたいだね。お、アップグレード中は白くなってるから分かりにくいけど、上がってるマークどんどん出てるのが分かるで。ふむふむ。これで人口が増えて、税収がアップするはず。しかもいい感じで上がってるね。おう、産業区あたりは真っ白やな。汚染がひどいからね。なるほどな。時間を進めて資金が貯まったので、大学。お、今回キャンパスエリアのはやらないんだ。土地が少ないからね。そっか。フェリーもあるし、通学は問題ないかな。近くにリサイクルセンターあるし、いい環境ではないな。匂いの気にならないくらい集中するようにという願いがね。いらん気遣いを。まあ、土地が空いてたから有効利用してるだけなんだけどね。せやろな。まだ少ないけど、早速通ってるね。おう。む、近くの高校はかなりいるな。ほんとだ。定員1000人だから、ほぼ埋まってる。結構な坂やな。すごい場所や。車が勢いよく突っ込んできそうだね。危ない場所やな。まあ、オッケー。基本どうでもええんやな。あはは。せっかくだし、歩道でもつけておくかな。ああ、それはあった方がええな。オッケー。何かの効果はあるでしょう。お、歩いてるね。お、あれ、消えた。あらら。でも出てきた。え？うわ、ほんまや。地上を歩いてきたんだね。マジか、どうなってんの？高低差がひどい時にこうなる感じで。また消えたね。市民は最短距離を歩くんだね。最短というか土の中を。脚力がすごいんだね。そんな問題か。む、別荘近くの店が廃墟になってる。客少なくて成り立たんのやろ。むしろ、商品が足りないってなってた。マジか。さすがアカネ、大食いなだけある。ちゃうわ、アハハ。まあ、道路つながってないから商品運べないんだけどね。ああ、そういう。ってわけでオーガニックに変更。
50% 自家生産するから、商品は大体 OK。 うちらには十分すぎる在庫になるな。アカネがいるからギリギリ。なんでやねん。あ、あはは。む、商業区廃墟できてるな。消費者不足か。ふむ。単純に人口が少ないんだろうね。需要はあるけど土地がないので。近くの低密度住宅を高密度に建て替え。そんなんできるんや。一旦立ち退いてもらって作り直す感じだね。そういうことか。ひどい話や。新しくできた家に優先的に住まわせてあげるよ。ほ、そういうシステムはないし、割引とかもないけどね。そう。さすがに一気には立たないね。需要もなくなっちゃった。ふむふむ。人口も減ってるし、これはまずい。いきなり立ち退きさせられたら簡単には戻ってこんわな。ぐぬぬ。結構資金溜まってきたし、消防本部とか立てて需要喚起しよう。それで住宅需要上がるんか。需要限界を上げるということらしいから、今の需要がアップするかはわからないけど。え、まあでも小さい消防署より防火範囲大きいし、公共サービスの充実にはなるのかも。ふん。そろそろ資金溜まってきたので、エリア拡張ようやくか。どうにかね。次は上のエリアを買って人形かな。ふむ。オッケー。それじゃ拡張するけど、その前に高速道路伸ばさないとかな。そうだね。下の道路渋滞してだね。さすがにこのままだとまずいので、高速道路延長。やっぱ橋高いな。そうだね。とりあえず向こうの高速に合流させる感じで、最終的には外部との接続切るから調整がいるけど。ふむふむ。ラウンドアバウト風につないで、とりあえず OK。 あーでもこっちの町にも高速からつなぐか。もう資金あんまりないけど大丈夫か。ほんとだ、高速道路高いんだね。うーむ、まあ時間を進めながらどうにか。そうやな。ここもラウンドアバウト風につないで。うーむ、この先絶対渋滞するな。すでに右の道路渋滞してるしな。うーむ、この辺大きい道路にするか。アップグレードですぐに消防署とか移動しないとか。再設置もお金かかるし、これは厳しい。あらら。どうにかつないで完成。早速使ってるね。お、ただちょっと資金ないので、また時間を進めて。ふむ。それなりに溜まったので、ようやく林業区拡張で高速壊すんか。さすがに渋滞するから直通道路を追加しようと。なるほど。渋滞するなこれ。まあいいか。ええのか。問題起きたら後から対処する。そう。この先に森があるから、こっちに林業区を。かなり広くしてるね。そうだね。まあ全部林業にするわけじゃないけど。そうなの。この中に商業区と居住区も入れる感じで、そうした方が渋滞が減らせるはずなので。そっか。あとは道路を適当に。こういう引き方は明らかに渋滞するけど、まあいいか。いや、分かってるならやめとけよ。そうなんだけどね。まあ外周を一方通行にしてるし、このままでもある程度いいかもってことで。そう。あとはエリア設定したりして、一気に増やすのもあれだし、少しだけ。ふむ。あとは倉庫を置いて。む、ちょっと傾斜がひどいのかな。まあ森のある場所やしな。ふむ。オッケー。結構かかってしまったけど、なんとかこれで林業完成。あとは工業と石油をやれば自給自足になる。おう、もう少しだね。うん。むむ、今度は津波が来た。え、また災害？マジか、災害多いな。設定で発生率 50% くらいにしてたかも。そうか、なんでそんなことを。少しくらいはアクシデントないと面白くないからね。そう、でもこれきつぎやろ。今回は結構時間進めてたからね。開始から1年半くらい経ってるから。そうか。うわ、車が流されてる。これは、しかもお水まみれ。あはは。いや、笑ってる場合か。というか面白いってそういう意味？そこまで下道じゃないよ。つい笑っちゃうだけで。腐れ下道やないか。あ、あはは。それより対処しないの？実はこれ都市の外でね、対処しようがない。あ、そうなんだ。まあ都市の外にある道路をバッチリ使ってるから、現時点で大ダメージだけど。あらら。まあ水量はそこまでないから、過ぎ去るのを待つしか。そっか。
うわぁ、どんどん流されてるね。そうだね、後ろにも車がたくさんあるけど。水量そこまでないし、土に染み込みそうなのにね。ふむふむ、でもまだ勢い続いてるね。まあなんというか、頑張れ。放置か、ひどい市長や。都市の外だから仕方ない。それもそうやけど。むむ、都市まで来てるな。あらら、まだまだ勢いあるんだね。まあポンプで吸えば大丈夫かな。ふむ、汚水はここまで来てないみたいやな。うん。どうかな。吸ってる？少し吸ってるね。でも位置が良くないな。町の方に普通に水来てる。あれ、ポンプ場追加したりしたけど手遅れやな。あはは、笑うとこちゃうから。ごめんごめん、もう笑うしかないというかね。確かにそうかも。あはは、青い。まあでもどうにか。あ、水の高さより建物が高いから瓦礫にはならずに住んでるみたい。そうか、低密度のままならまずかったかもね。高密度にしたおかげで被害が少なく済んだんだ。うん、私のおかげで命拾いしたな君たち。1階は水浸しやし、車は普通に流されてるけどな。今3月なのに気温28度もあるし、涼しくなってよかったんじゃない？あはか、あ、あはは。どうにか収まったので、そろそろ内部をつなぐ道路も作っておこう。ああ、それは必要やな。あ、そこにも道路つなぐんだね。うん。まあでも普通に繋ぐのは特別感が薄れるから。料金所どうしても絞り取りたいんやな。特別感のためだよ。そうで、なんで2つも？それはね、この別荘地に入るためにはどっちの道から来ても料金を払わないといけないという感じに。そうか、うわ、公平にするためだよ。向こう側にも道を伸ばして。結構距離あるな。だね、かなり高くついたけど、まあ仕方ない。これで内周を通って移動できるから、外側が洪水になってもなんとかなる。そうか、早速料金所通ってるね。お、交通量もまあそれなり。ふむ、ここが料金所の収入だね。おお、結構ある。料金所の維持費が120、2つ置いてるから240。今のところ赤字だね。あらら、でも徐々に増えてるね。そうだね、しばらくしたら黒字増えるかも。そうだね。てちょ、また竜巻。またか、しかも 9.1。 でかいな。さっき来たばかりなのにこれは厳しいね。さすがに頻度多いかな。そうかも。む、林業区火事になってる。あらら、というか竜巻その林業区で発生してる。うわ、これまたピンポイントできたな。ちょっとだけ作った林業区のところにちょうど来るとか、やらせを疑われるレベル。やらせて、でもついてへんなこれ。うん、倉庫の資源ごと壊れちゃったかなこれ。あらら、厳しいね。うん、最初は輸入して在庫埋めたりするから大赤字だね。そっか、厳しいけどそこ以外はまだ待ちないから。そうだね、それは幸いだったかも。その後はそのまま何もない方に進んでくれて。おう、丁寧に高速道路まで壊してくれたけど。あらら、車巻き上げられてる。土がクッションになって意外と無事かも。それは無理や。どうにか去ったので復興。まだ見えてるけど平気か。急カーブすることはないはず。そう、今回は災害対策本部を作れよ。お、ようやくか。これは瓦礫を復帰してくれるから。特にこういう公共の建造物を復帰できるのが大きい。お、というか中の資源無事だった。おお、よかった。若干減った気もするけど助かった。そうだね。はい、そういうわけでまた2回も災害来ちゃって大変でしたが、どうにか立て直して人口も2万4000人になりました。林業区も作って自給自足に近づいてきてます。早速竜巻で壊れちゃいましたが。災難だったね。だね、まあでもこうして輸入もなくなってないけど多分減ってると思うので順調に進んでます。こっちの料金所の方もそれなりに交通量あって一応黒字は出てる感じですね。ふむ、最終的にはこの辺に港とか置いて町への出入りはここからのみにするので、料金所を通らないと町に入れない構造にするので大丈夫です。何が大丈夫なんや、やっぱ搾取する気か。搾取するのが市長の仕事なんだからさ。ちゃうわ、あはは。まあそんな感じでそれなりに発展してる街を見ながらお別れです。最後までご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。
また見に来てくださいね。